皆さんこんにちは。今回はこの映画オーダーの第2弾というか2回目に出たやつ、これを引くべきかどうかっていう話をしていこうかと思います。まあ引くべきっていうタイトルにはしたんですけど、まあ俺べきっていう言葉あんまり好きじゃないんですよね。なんか別に義務とかじゃないし、あの絶対引けとかそういうことも言いたくはないし、まあでもなんか攻略サイトとかさ、よく引くべきとかまあ書いてあるんで、まあべきっていう言葉便利なんで、まあべきっていう言葉使いました。なんか便利、うん、べきでべきって書いておけばなんかね、あのYouTube のコメントとかでもね、引くべきみたいなこと言ってくる人ねいるし、まあまずね、これ結論から言うと、この新星音スキルレコード、このピックアップされたやつ全部ゴミですねいや全部、いやゴミっていうか、いやでも最近なんか探検をね強化してくる動きがなんとなくあるような感じがするんで、まあもしかしたら今度からなんかだんだん強くなってくるのかなみたいな、そういうのもねあるかもしんないんですけど、まあ探検で強い元素材あったらこれとかねいいんですけど、まあこれもまあタンクやるんだったらいいかなっていう感じはしますけど、まあどうなんだろうね。なんかでも使えそうな場面ありそうな気はしますね。この出血耐性とか、もう最近ね、ほんとね、あのスタン耐性がないと、あのアイテム使用負荷とスタンが同時に来るともうスタン抜けられないっていうのがマジきつくて、あの連続攻撃みたいなので全部さスタン食らって全然動けないみたいなね、ボスね、何層だっけ、99層かな、なんかそういうボスがいたので、もしかしたらスタン耐性がこれからね大事重要になってくるかもしれないんで、まあこれもちょっと極光輪最近なんかやたら運営出してくるのがすごい気になるんですよね。もしかしたら倒すのがめちゃくちゃ時間かかるボスが出てきてすんごい長期戦になってくると、まあタンクありきでこの極光輪っていうのが、まあ、生きてくるのかな、わかんない。いやでも今んとこ全部ゴミです、正直言って。あの始めたばかりの人が引くんだったら、まあこのあのヒースクリフをこれで狙うとか、まあこれがね俺すげえ爆死したんですけど、まあこれでサーニャ狙うとか、まあ本当に出にくいんでこっちは、まあ始めたばっかの人が引くならこっちですね。というわけで、こういうね、このきっと君は強くなれるオーダーは、あの始めたばっかの人は引くべきではないし、そうでない人はまあ余裕があれば引くっていう感じですね。でなんかこれさ、まあとりあえずまあこのオーダー引くべきかどうかっていうのはまあね、軽くそれくらいにしておいて、最初さ、これさ、まあこれ第2弾とも書いてなくて、最初第1弾って書かなかったの小ずるいよねって話でこれ第2弾って書かないで、で第2弾もあるんだったらもう第1弾の時点でまあゴミ出し敬遠するかみたいなさ感じになったと思うけど、まあそういうのをなくす感じだったからわかんないけど、まあ第1弾はねこの暗き夕闇のスケルツオーダーっていうやつだったんですけど、このね、なんだっけ、ミトか。ミトがね、俺欲しかったんだけど、結局敬遠しちゃいました。パワーライズ4が欲しくて。まあ、これね、呪い耐性っていうので、やっぱタンクやってる時に呪い耐性がないとマジできつくて、呪い食らうと確か次に受けるダメージなんだっけ ?2 倍だっけ ?3 倍だっけ、受けるダメージが2倍になって、HP 回復量が半減するんで、呪い来るとかなりきついんですよ。で、しかもやっぱ最近アイテム使用負荷とか同時に来ると、呪いを解除できなくて、で、その間に、まあ、呪い状態のまま攻撃食らって、受けるダメージ2倍で、それで、なんか何連撃かのボスの攻撃を食らって、どんどん HP がなくなるっていうの。それでね、なんかこの第1弾っていうか、まあ最初に来たね、このオーダー、引きたかったけど、やっぱ他にもっと引きたいオーダーいっぱいあるよねっていうので、でもね、俺タンク、やっぱ、極めたいっていうか、なんかタンクがさ、いないと、パーティーが成り立たないっていうの最近のボスであるんですよ、結構。やっぱパーティー募集とかで、そのタンクが募集するっていうのが一番いいんですよ。だって、パーティーに参加してくれた人っていつ抜けるかわかんないから、もし参加してる人がタンクで、その人が抜けた場合、その後結局また誰かタンクやることになるから、結局のところ募集する人がタンクやるっていうのが一番いいんで、タンクをうまくできるようになりたいっていうのはすごい思ってたんで、最近のね、ボスやるんだったらタンクがすごい大事なんで、で、今回のオーダー、
本当にもう引くべきかどうかってよりもっともっとなんか見るべきところがあってこのねイラストなんですけど、この身近な情報やアルゴってあるじゃないですか。でこれアルゴのスキルだからアルゴがドアップで出てるかと思ったら、これさアスナがドアップで映ってんの。これアスナのスキルなんかなって思うじゃないですか。でこれドアップじゃない方がまあこのね後ろにいるのがアルゴだから、これ後ろにいるやつがメインのスキルになるのかなって思うじゃないですか。でこっち行くと、でこれ一番後ろにいてさ、これでっかく映ってるこのキリトくんだから、これキリトのスキルなんかなって思ったらキリトじゃないし、でドアップになってるこれアスナのスキルなんかなと思ったらアスナのスキルじゃなくて、でなんか左にちょっとミトがなんか影っぽい感じで、なんていうの、影に隠れたようなさ、ちょっとなんかね、あんまりライトアップされてなくてね、薄暗い、なんていうの、あれこれ目立ってないんですよ、ミトが一番。これミトのスキルマジ面白い、これどういうこと、これ何がメインなの、イラストかこれはまあこれはね唯一わかるんだけど、もうこれさ、実はここね、よーく見てほしいんですけど、これ小さくエギルとかヒバオとか映ってるんで、これエギルのスキルだろとか言う人まで出てくるくらいでこれもうエギルのスキルだろとか言って、もうヒバオ班も映ってるし、でね、何よりね、このね、オーダーの名前、きっと君は強くなれるオーダーなんでこれきっとなんで、きっとって断定してないんですよ。きっと君は強くなれるなんですよ。絶対強くなれるとは言ってないって話でこれめっちゃネタにされます。きっとなんで、絶対強くなれるわけではない。きっと強くなれるんで、きっとというわけで、今回はきっと君は強くなれるオーダー引くべきかどうかの話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。